ジェルトナムの政府通信本部2004年9月2日撮影政府通信本部とはイギリスの情報共同体において偵察衛星や電子機器を用いた国内外の情報収集暗号解読業務を担当する情報機関である秘密保持のため組織上は外務省の機構に含まれ本部長は 外務次官となっているが、実質的には首相に直属する独立機関である。イギリス軍基地領域に位置する末端部署は国防省の機構に編入されている。前身は第一次世界大戦直後の1919 19年、ブレッチリーパークに作られた政府暗号学校。第二次世界大戦時、政府暗号学校はドイツの解読困難な暗号。 エニグマを解読できたことで密かに名声を上げた。このことはアランチューリングの功績によるところが大きい1946年、現在の政府通信本部に改編された。現在の本庁はロンドンの西1 2 9キロメートルグロスタシャー州、シェルトナムに位置する。職員数は1万1000人に達する。ベッドフォードシャー州チックサンズ、ドイツ、ジブラルタル、トルコ。 オマーン、キプロス、イースター島に無線防除施設を有しており、電子スパイ網、エシュロンに関してアメリカ国家安全保障局と密接な関係を維持している。GCHQ と NSA とは姉妹機関であるとされる。2013年6月16日付ガーディアンによると GCHQ はロンドンで開かれた2009年4月の G20 種の会合と同年9月の財務大臣、中央銀行総裁会議において、議長国イギリスが会議で参加各国に対し優位に立つことを目的として、出席者の電話先や電子メールを盗聴していた。さらに、秘密情報部と共に代表団の電子メール情報を収集するため、特殊なプログラムを備えた偽のインターネットカフェも設置していた。 当時の首相ゴードン・ブラウンはこうした行為を承知していたとみられている。さらに2014年11月には公開された政府文書により GCHQ を含む複数の政府系情報機関が弁護士と依頼人の電話通話を傍受することを必要性に応じて認めていたことが判明した。ブレッチリー・パーク政府暗号学校は1919 19年に 海軍の暗号解読機関であるルーム40と陸軍で同様の業務を担当していた軍情報部第一課を統合して生まれた。当初の人員は200名程度であったが、第二次世界大戦の最盛期には1万人にまで増加した。1939年8月、チェルトナム郊外のブレッチリーパークに移設された。チューダー王朝様式の洋館の裏庭には、 たくさんのプレハブ建物が作られた。敷地には余裕があるようで職員が中庭でフラウンダース大会を開いている。長官はアラステア・デニストン少佐、後にエドワード・トラビス中佐になった。トラビスが消極的で役に立たないと思った重要メンバー数人がチャーチル首相に直訴して装備は一新された。GC&CS の発展は数学者の採用による。 それ以前は一般軍人や言語学者が採用されていたが、世界で初めて暗号の数学的構造に組織的に取り組んだ。数学者の徴用は後に決定的な成果を生む。この機関の最大の功績は、1940年春にドイツ軍潜水艦のエニグマ暗号通信を解読したことである。GCCS は第二次世界大戦直前に、 ポーランド軍の暗号解読機関が収集した資料を直接受け取った。これをもとに仕組みを解析したのが天才数学者アラン・チューリングである。他にゴードン・ウェルチマン、スチュアート・ミルナー・バリー、ジョン・ケアン・クロス、コーネル・ヒュー・オドネル・アレグザンダーなどがいた。2003年、IEE、e、は第二次世界大戦中のブレッチリー・パークでの暗号解読を i.e. マイルストーンに認定した。チャーチル首相は1940年11月のコベントリー空襲をエニグマ通信の暗号解読により事前に察知していたが暗号解読の事実をドイツ軍に悟られないため空襲警報を出さず同市民を見殺しにしたとされる事件。これには異論もあり事実なのか絶望なのかは分かっていない。数年前に GCHQ は ネットスパイの求人情報をあるサイトで掲載した。その際、就職志願者に対して、このサイトに隠されている秘密のメッセージをクラッキングして探し出し、それを就職志願書に記して提出するよう求めたことで有名である。また、コンピューターやハイテクに精通した人材確保を目的に、Xbox 360のゲームソフト、 スプリンターセル二重スパイでインターネットを通じて求人広告を出したこともある。この他にも過去に使われた暗号を利用したクイズやクロスワードを収録した書籍を発行している。ABC ニュースワードボックス英国の政府通信本部。西日本新聞社。2013年6月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年6月22日閲覧。 共同通信社、英情報機関が、弁護士の電話防止公開文書で明らかに、47ニュース、2014年11月7日時点の、オリジナルよりアーカイブ、2014年11月7日閲覧。世界情勢を読む回、面白いほどよくわかる、タブーの世界地図、日本文明社。 ISBN45 億3725万1891英国が誇る情報機関が世界一難しいクイズ本を出版。産経ニュース。 http://www.sankei.com w o r l d n e w s 161112 wor1611120038-n1.html ありがとうございます。